皆さんこちらもお待ちかねかと思いますが、マスコットのみんなをお迎えしてのステージでお楽しみいただきたいと思います。さあ皆さんちょっと階段にね、少ないスペースでお座りいただいているので、お疲れのところもあるかもしれませんが、ぜひね最後までお楽しみください。さあということで今回はですね、この関東にあるチームの皆さんにお越しいただいておりますので、早速お呼びしちゃいましょうかね。もう待ちに構えていらっしゃいますからね。では今日ご登場いただきますのは、ジャビットつば九郎 TV スターマンレオマーク、大きな拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。お姉さんマイクの関係でこっちにしようかな。すいませんね、ピエさんすいませんね、こっちにします。はい、そしてなんと今日はこちらに侍ジャパン公式マスコット応援侍のタマレーも来てくれました。拍手よろしくお願いします。さあ、じゃあちょっとお二方、真ん中の方へどうぞ。はい、マスロも真ん中の方へどうぞ。タマレーもね、どうぞ真ん中の方へ。はい、よろしくお願いします。そこでいいんですか、そこでいいんですか。はい、ということでですね、今回はこの、5人のキャラクター、そしてタマベイに来ていただいたんですけれども、今日からいよいよね、このエネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017、稲葉ジャパンの初陣ということで、せっかくですから侍ジャパンにちなんでマスコットキャラクターのみんなにもあるものを考えてきてもらいました。今日はマスコット侍ジャパン拍手。さあ今日はですね、12球団マスコットね、女の子も男の子も、兄弟もいろいろいますよね。そんな12球団のマスコットの中で、みんながそれぞれ監督だったらどんなチームを作りたいか、それをもうねあらかじめ書いてきてもらったんです。ではそれぞれのチームのオーダーを持ってきてもらっていいですか。じゃあ初めは隠して持ってきてください。よろしく。さあではそれぞれの、チアのみんながねちょっとお手伝いをしてくれますね。じゃあ玉部はちょっとどんなオーダーになるのか見てみましょうね。楽しみですね。ではちょっとじゃあ一斉に出してもらってもいいですか、いいですか。じゃあチアのみんなのマスコットに隠れちゃうといけないから、ちょっと一歩前に出ようかね。では一緒に一歩前出ないでもらっていいですか、ジャビット君。すいませんね、意味なくなっちゃうからね。ではいきますよ。みんなの考えたマスコットジャパンはこちら、ドン。はい、ということでちょっと後ろの方の方もいらっしゃるかもしれないからね、ちょっと順番にお姉さん読み上げていこうか。じゃあこっちから順番にまず読み上げるね。はい、つば九郎、ネタはお察しください。この円形の競技場はやめてください、やめてくださいね、このネタはダメですよ。さあではでは参りますね。つば九郎ジャパンはこんなオーダーです。1番センターレオ、2番セカンドドアラ、3番サードハリー、4番ピッチャービーディー、5番キャッチャーマー君、6番ファーストスライリー、7番ショートジャビット、8番レフトトラッキー、9番ライトスターマンというオーダーです。拍手。ちょっと順番に後で聞いてきますからね。じゃあスターマンが考えたオーダーを見せてもらっていいですか。スターマン侍ジャパンはこちら、1番、センターホッシー、2番セカンドホッシーゾー、3番ファーストブラックホッシー、4番キャッチャーバート、5番サードレック、6番ライト、ホッシーナ、7番、レフト、BB ライダー、8番、DH、BB キラー、9番、ショート、BB スターマン、自ら、そしてピッチャーはチャッピーというオーダーです。拍手。すごいですね、全部自分のチームで固めてきました。では、ジャビット君いきましょうか。では、ジャビット君が考えたジャビットジャパン、こちら。1番センターブラックホッシー、2番レフトマー君、3番ピッチャークール、4番キャッチャーおじいちゃんジャビット、5番ファーストゴーヤ、
6番ショートトラッキー、7番サードドアラ、8番セカンドビービーライダー、9番ライトフーさん、以上のオーダーです。拍手では続いてマー君が考えたマー君ジャパンはこちら。1番センターミスターカラスコ、2番セカンドレオ、3番ショートドアラ、4番 DH つば九郎、5番キャッチャー小夏、体型で選んだでしょうねえ信じらんない。6番、レフトハリーホーク、7番サードエネゴリ君、8番ライトジャビット、9番ファーストスターマン、そしてピッチャーは BB です。拍手では続いてレオの考えたオーダー、レオジャパンはこちら。1番ショートレオ、2番セカンド BB、 3番レフトハリー、4番 DH スライリー、5番ファーストつば九郎、6番サードマー君、7番センタートルクーヤ、8番キャッチャージャビット、9番レフトフレップ、そしてピッチャーはライナというオーダーです。拍手ではちょっと順番に聞いていこうかな。じゃあレオからちょっと聞いてもいい？スケッチブックありますか？持ってる？大丈夫？さあまずはいきなりの1番自分になってますけど、これ何かの自信があるんですか？まあ、やっぱり俊足だからかな。ね、そうよね、機敏にね動いて、もうホームスキルまで決めちゃうと、そういう気持ちで選んだんですね。このオーダーの見どころっていうのはどこでしょうか？あ、このクリーンアップ、そうね、ちょっとな、あの大きな人で固めたので、ね、スライリーつば九郎マー君とかね、確かにちょっとあの長打を期待できますね。そして気になるのはピッチャーライナちゃん、これちょっと気になりますね。そしてキャッチャーはジャビット、キャッチャーはジャビット、ライナちゃんとジャビットのバッテリーっていうのは相性はどうなんでしょうか？あ、NG、ジャビット NG が出ちゃいましたけど、どうですか？なかなかこうね、セパでちょっとなかなかたまにしか会えないキャラクター同士のバッテリーっていうのは気になりますけれども、ちょっと聞いてみましょうか、このオーダーのね理由を。はい、ダイヤに見せたら私をピッチャーにと、あ、圧力があったってことですか？ライナちゃんからの圧力があの点点点に現れてるということなんですね。そしてそれに勝てなかったということですか？なるほどね。でもなんかちょっと勝負強いピッチャーな感じがしますよね。いい球投げそうですけども、本当はドアラと、本当はピッチャードアラがいいんだ。なんかあの摩訶不思議な球投げそうですよね。皆さんどうですか？レオジャパンどうですか？お、拍手。なんかあの途中ちょっとさ、あのトルクーヤとか本当に外国人選手でいそうだよね、そういう選手ね。トルクーヤ選手とかいそうだけどね。でもなかなかいいね、スターティングメンバーじゃないでしょうか。9番フレップっていうのもね、なかなか楽しみなオーラですね。では続いて見ていきましょう。今度はね、じゃあジャビットの見てもいい？あ、じゃあ順番があるのよ、順番があるのね。次じゃあジャビットのオーラー見てみましょう。さあ今回ジャビットのオーダーなんですけど、ブラックホッシュを1番に据えたというのがまたね、これまたもうとんでもない打線になりそうですけれども、このジャビット君、何かこうこのオーダーにした理由とか、特に皆さんにチェックしてほしいポイント、この4番キャッチャーおじいちゃんジャビットっていうのもなんかもうね、このキャッチングの後毎回杖で立ち上がるのかしらね。どうなのその辺は、おじいちゃんジャビット。あとなんか3番ピッチャーもね、南極の方の方がね、外国人選手なのかな、外国人の方ですよね。さあちょっとじゃあこのジャビットの、ね、ああ、どう思ってるのかな、リケーしてるんですか？ああ高いところでね、どうですか。さあどうでしょうか、ジャビット君のオーダーについてちょっとね、監督、ジャビット監督に、あ、見せてんの、見せてんの、そのネタはやめてくださいよ。あの電車乗ったらすぐだからね、ドームとこのね大きな競技場がね。さあ、はい、バットが折れた時にすぐに杖を渡せるおじいちゃん、あ、相手チームのバッターに杖あるよってバットが折れたら渡してくれるの、優しいね、おじいちゃんジャビットね。そんなおじいちゃんジャビットが4番、なるほど。そして2番にマー君って結構な賭けだと思うんだけど、大丈夫？2番の体型じゃないと思うんだけど
丈夫？ねえ、ちょっとお腹がね心配ですけれどもね、どうでしょうか。あ、メンバー合わせだそうです。余ったから入れたんだね。余ったから入れたんだね。なるほどね。ね、あとは9番ライトフーさんね。9番ライトフーさんはこれどうなんでしょうね。まあフライとかいいところにいれば取れるかもしれないですけどもね、一種の賭けですけれども、9番ライトフーさんについてはどうですか。おお、タマメが出てきた出てきた。あら、つば九郎と、つば九郎と仲良くしたいの。大丈夫、ごめんね。あ、なになに。あ、ライト出はけだから近くだから、ごめんね。ライト出はけだから近いと思ってここにした。なるほどね。ごめんなさいね、こっち見ててね、ごめんなさいね。ということでジャビットのオーダーに拍手、ありがとうございます。みんな12球団のキャラクターって言ったらもう知らないキャラクターもいっぱい出てきたね。では次のキャラクター誰にしようかな。マー君、よし、マー君のオーダー見てみましょう。マー君のオーダーはまた1番にミスターカラスコ。これバイクでファーストまで行けってこと。なるほどね。まあお姉さん5番キャッチャーってのはもうね、マスコットでもなければ体型安定感で選んだということですね。そしてマークエネゴリ君入れたあたりがもうね、ねえ、こうエネゴリ君ね、タップスポンサーですからね、ガソリン入れてもらってね、みんなにガソリン入れてもらってね、頑張りましょうということですか。はい、他に何かどうですか、言いたいことはありますか。スターマン9番ファーストね、でもなかなかほらキャッチングバッチリだから、きっとちょっと塁から離れてもねパッと移動してくれるからね、スターマン転がって取ってくれる、そうです、素晴らしいファーストですね。ではマー君、このハリーホーク消して BB ってのもどうなのかと思うんだけどね、書き直してよ紙ね、時間あったでしょ、ね、書き直して、え、あ、こっちも書き直してるってね。えマー君だけでこんな二重線使ってるのはね。はい、じゃあマー君この辺にしましょう。で続いてスターマンのオーダー見てみましょう。スターマンのオーダーこちら、ちょっとねえ全部ベイスターズ絡みの全部、あ、わかりました、お姉さん、これは今度23日にレジェンドウォッチやるんだよね、その宣伝でしょうね。皆さん、これは宣伝です、これはね宣伝です。23日にあるんだよね、レジェンドウォッチね。大体のチームも模範感謝デーだからね、お姉さんあんまり大きな声では言えないけどもね、でもチケットも売り切れてるんでしょね、大人気なんだよね。レジェンドマッチでこのオーダーに会えるかもというね情報も出てますから、楽しみにしていてください。ちょっと宣伝に加担してしまいました。すごいね、これだけで打線組めるんですね。では素晴らしい BB スターマンのオーダーに拍手、すごいね。でもこのキララちゃんがね、この8番 DH ってあたりもまたすごく気になるんですけどね、細い体で打つのかしらね、素晴らしいですね。では最後につば九郎のオーダー見てみましょう。え用意してきたの違うの。え、1番魚、2番星、3番 BB ライダー、4番マダカさん。マスコットに入れちゃダメだよ、いいの、もういいの、こっちに入っちゃっていいの、ダメだよ絶対。え、まだある、いい、まだあるの、はい。え、5番エンタロー、6番ゴーヤ、7番タマベ、8番シデジカ、9番ヒコニャン。もう野球を超えています、もう野球を超えて、そして監督は小池監督で、あの小池監督でお願いするの。とんでもないドリームチームが出来上がったようですけれどもね、これでつば九郎ジャパンどうですか皆さん。これはなんかかませ犬みたいな感じですか、これ関係なかったの、なんか真面目だなと思ったのよ、結構割とまともだなって思ったの、用意してたのね。さあということで、つば九郎も言いたいことはもう大丈夫ですか。あ、よろしいそうです。ではですね、皆さん、お後がよろしいようで、マスコット侍ジャパンはこの辺で、皆さんお楽しみいただけましたか。なんかね、ちょっと懐かしいメンバーもたくさん登場しましたけれどもね、いつかそんなみんなのね、素敵な侍ジャパンが実現すると、マスコットジャパンが実現するといいですね。選手が出てなくてごめんと、まあ、そういうこともありますからね、まだ第1回大会ですから。さあ、ではですね、皆さん、この後はいよいよ、ドームの方では試合が行われるわけですが、チアのみんな、そしてマスコットのみんなも写真撮影会に登場したりですとか、もちろんチアのみんなの応援ステージもありますので、ぜひ試合はもちろん様々なイベントもお楽しみください。それでは以上、マスコットステージでした。ありがとうございました。はい、皆さん、ちょっとね、寒く
くなってまいりましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後は東京ドームの中でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ではチアのみんなお手伝いありがとうございます。さあ皆さん、ダンスステージ、マスコットステージ、お楽しみいただけましたでしょうか。以上をもちましてステージの方は全て終了となります。皆さんありがとうございました。あとね、あの前の方の方しゃがんでいただいたり、本当にご協力ありがとうございました。おかげでね、皆さんちゃんと見えたんじゃないかな。ありがとうございました。それでは、この後は、ステージの方は全て終了ということで、ドームの中でお会いしましょう。ありがとうございました。さあこの後会場は5時となっております。皆さんこの後はドームの中でお会いしましょう。ありがとうございました。さあ今日から4日間、始まりました、このエネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017、皆さんぜひぜひ野球を、ね、愛する、日本の皆さん、そして海外からお越しの皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。本日は本当にありがとうございました。この後は熱い応援よろしくお願いします。